ようやく新たな新型空中給油機 KC-46A が三保基地へ配備されました。今回は KC-46A 空中給油機を詳しく見ていきますね。遅れての到着にもまだ機体自体に問題もあり、今後の任務にも支障が出てきます。F-35 戦闘機を導入している日本は、空中給油機は必ず必要になってきますよね。KC-46A は、オスプレイにも給油できる薄、さすが新型の空中給油機です。中ロの脅威が増している中、装備を急ピッチで導入しています。航空自衛隊が新規で調達を進めていたアメリカボーイング社の KC-46A 空中給油機だが、新型コロナウイルスの世界的な流行りの余波を受けて、当初予定されていた2021年6月の最初の納入がこれまで延期されていた。航空自衛隊で派 KC-46A 空中給油機の配備先を鳥取県の米子市に位置する美保基地とすることを決めていたが、このほど米子市の地域振興課から2021年10月29日に記念すべき初号機が納入されるとの発表がなされた。その中では具体的な KC-46A 空中給油機の初号機の到着時間までは明かされていないが、到着日である29日にこれを記念した飛行が行われ、同時に防衛省、中国市、国防衛局の職員が騒音の測定を行う予定だとされている。KC-46A 空中給油機について、航空自衛隊は、これまでに合計で6機の調達を行う方向を打ち出しており、今回初めて到着する初号機は、2017年12月に、ボーイング社に発注された初回分の2機のうちの1機とされている。航空自衛隊では、この KC-46A 空中給油機の導入に際し、すでに同機を先行して、運用中のアメリカ本国のオクラホマ州のアルタス空軍基地に、合計12名からなる航空自衛隊員を派遣して、2021年6月までに延べ、3ヶ月に及ぶ訓練を終了させていた。これらの12名の航空自衛隊員は、KC-46A 空中給油機の配備先となる美保基地に編成された第405飛行隊のメンバーらで構成されており、6名の操縦士と6名の乗務員とが選抜されて、アメリカ空軍の要員と同様の訓練を受けている。訓練は、座学による講義を受講した後、シミュレーターを用いた訓練を経て、最終的に、実際の KC-46A 空中給油機に乗り込んでの8回の飛行と並行して、アメリカ空軍の教官による審査を受け、運用技術を習得したとされる。アメリカ空軍では、2021年10月時点で、最大で179機のボーイング社からの KC-46A 空中給油機の調達が計画されており、航空自衛隊が6機であることと比較すれば、いかに同空軍が大規模な組織であるかを思い知らされる。ボーイング社の KC-46A 空中給油機は、同社の民間向けの旅客機であるボーイング767をベースに開発された軍用の空中給油及び輸送機であり、アメリカ空軍でも2019年1月から導入が開始された比較的新しい機体である。KC-46A 空中給油機は、全長 50.44m、全幅 47.57m、全高 16.10m、最高速度マッハ 0.86、搭載可能な最大の燃料の量は 96,265kg だと、ボーイング社が公表しており、愛称はペガサスだ。ボーイング社で派 KC-46A 空中給油機の最大の特徴と利点として、第一に、比類なき共通性の高さ。第二に、大型の空中給油、及び、
輸送機では実現できない絶妙に、運用に適した機体サイズであることを前面に打ち出している。第一に挙げている共通性とは、ベースとなった、ボーイング767旅客機が、全世界70カ国以上で、1060機以上も採用されており、民間、軍を問わず、すでに、配置済みの支援システムや、部品類の供給、メンテナンス設備の共有が可能だという。ことに日本に向けた日本語のホームページ上では、アメリカ空軍の航空機ジュアブラ形式に適合している点が強調されており、航空自衛隊も保有する F-15 自衛、イーグル等の戦闘機に対して、確実な給油が実現できることを訴求している。第2に挙げている運用に適した機体サイズとは、日本国内での運用時、小規模な飛行場への離着陸も可能であり、離島等の飛行場でも運用ができる点が強調されており、災害の多い日本に最適な大きさであると述べている。これまでに、すでに2021年8月には、今回日本にやってくる KC-46A 空中給油機の初号機が、アメリカ空軍の同機との相互の搭載燃料の移送に成功したとの発表も、ボーイング社は言っており、事前準備は、整っていたと受け取れる。前述のように航空自衛隊で派遣 C-46A 空中給油機を合計で6機、防衛予算上の内訳としては2017年度1機、2018年度1機、2020年度4機の調達計画を進めており、今回の初号機は最初の2017年度分の1機に相当するのだろう。ここまでの内容を見ていると、航空自衛隊の KC-46A 空中給油機の調達には、何らの問題はないように感じられたかもしれないが、実は先行して導入しているアメリカでは、同機の深刻な欠陥が指摘され、問題となっている。KC-46A 空中給油機には、ボーイング社が開発した空中給油方式であるフライングブームを採用しているが、これは、ステルス機への空中給油に向けて開発された方式なのだが、これまでのところ、完全な状態に至っていない。フライングブーム波形 C-46A 空中給油機の後方に、給油対象の航空機を置き、そこにパイプラインを伸ばして接続することで、給油を行う方式で、従来のプローブ&ドローグ方式と比較して優れた方式として採用されたものだ。フライングブーム方式波形 C-46A 空中給油機の乗務員が、ブームの操作を担当する仕組みであるため、給油を受ける航空機側の負担は少なく、給油速度も速いことが最大のメリットだと、ボーイング社は喧伝してきた。しかし、実際に波形 C-46A 空中給油機のフライングブーム方式は、給油を受ける航空機がステルス機であった場合、その機体の表面にダメージを与える可能性があるとして、アメリカ空軍ではステルス機への運用に制限を課している。2021年8月時点では、部分的にこの制限にも緩和が行われた模様だが、ステルス戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型への KC-46A 空中給油機からの給油は、アメリカ国内で実施される訓練、軍事演習に限られ、海外では認められていない。この KC-46A 空中給油機のフライングブーム方式の完全な対策が完了するのは2023年頃だと予測されており、その間、アメリカ空軍の F-35 ライトニング 2A 型への空中給油には、旧型 KC-135、KC-10 等の機体が充当されるという。日本の航空自衛隊では、
まだ最新鋭の F-35 ライトニング 2A 型は、青森県の三沢基地にしか配備されていない上、アメリカ軍のように自国外の空域にまで進出することはほとんどないので、影響は少ないことは救いかもしれない。ボーイング社が KC-46A 空中給油機のセールスポイントとして第一に挙げていた通り、ベースのボーイング767旅客機は、全世界70カ国以上で1060機以上も採用されているため、開発コストが低く抑えられると当初は考えられていた。このため、ボーイング社は、アメリカ空軍との KC-46A 空中給油機の開発費の契約は、約5300億円の固定額で締結しており、先に挙げたステルス機の機体の表面にダメージを与える点などの改修には、すべて自前で費用をひねり出している状態である。アメリカ空軍側は、金額的な負担は生じていないとはいえ、運用上の深刻な問題に直面することになり、ボーイング社の回収を待つ状態が続いているが、すでにボーイング社は固定契約額にほど近い約5000億円もの出費を行っているという。細かな問題点を含めれば、キリがないほど複数の欠陥が指摘されている KC-46A 空中給油機だが、この埋め合わせに、ボーイング社が他の同社の装備品に関する値上げ等の動きを見せないかどうか、少し気になる状況ではある。